うん、ということで今日はイタリアつながりで、イタリアのミラノに長く留学をされてきた、方、はい、ソプラノ歌手の清水由美さんをお迎えしています。いらっしゃいませ。今日はよろしくお願いします。ソプラノ歌手の清水由美です。はい、よろしくお願いします。それでは早速プロフィールのご紹介をお願いします。はい、ではご紹介しますね。ソプラノ歌手の清水由美さんです。三重県桑名市のご出身、国立音楽大学音楽学部演奏学科声楽専修をご卒業。その後東京と地元の三重県でクラシック音楽を中心に演奏活動をする中で、ソプラノ歌手としての演奏活動を通じて日本でクラシックの生演奏をもっと気軽に楽しめる場所を増やしたいと考えるようになり、音楽イベントの企画やマネージメントを開始。並行して都内音楽教室でのお子さんや大人向けの指導もスタートしました。そして2018年の秋からイタリアミラノにて音楽留学、ミラノ市立音楽院修士課程声楽科を修了と同時に、ミラノ大学修士課程音楽マネジメントを修了なさっています。現在は日本とイタリアを拠点にソプラノ歌手としての演奏活動や音楽イベントの企画マネージメントのほか、音楽教室の運営や音楽コラムの執筆、また音楽留学のコンサルタントなど、フリーランスとしてまさにマルチにご活躍の清水由美さんです。はい、はい、あの実は僕清水さんにはね、もうずいぶん前からお会いしたかったんですね。2017年の12月に私たち の、 あの音楽マンションクラブのウェブサイトの方で連載しているインタビューにもお答えいただいていて ね、 で、 ね、で実はその直後からミラノの方に留学をされてしまったんで、ずっとこれまでお会いできなかったんですよ。今回はたまたま、ね、あの帰国のタイミングということで、ありがとうございます。今日はわざわざおいでいただきましてありがとうございます。はい、そんなことでですね、いろいろこう小さい頃 の、 あの音楽に携わったきっかけとかっていうのはね、うん、はい、インタビューの方でも、うん、あの合唱団に入られたとか出るんですけど、はい、うん、こうそこからこう音楽を志されて、まあ、そのソプラノをやられて、こうイタリアに興味を持たれた、イタリアに行こうと思ったのはどういうきっかけだったんですか？もともと国立音楽大学を出てるんですけど、そこでイタリアオペラとかイタリアの歌曲とかを専門とする流れになっていって、先生がそういうご専門だったっていうのもあるんですけど、そこから先ほどもご説明いただきましたけど、大学卒業して三重と東京でこう往復して活動している時に、イタリアのものイタリアのオペラとかをやってる中で、やっぱり自分はその本場では勉強したことがその時はなかったので、こういつかやっぱり本場で勉強したいなっていう気持ちがあったっていうのが一番大きくて、こう本物を知って、それでさらにこうなんていうんですかね、説得力を持って自分が演奏活動をしていけたらなっていうふうに思ったのがきっかけですかね。はい、三重にもね、本当にこう思い出ね、あの地元桑名のね、桑名愛が桑名愛が結構あってということで、すごく素敵なね、エッセイをね、高校のね同窓会のブログみたいなのに出されてて、ね、すごい素敵なんですよ。ぜひね、またこの番組聞いて皆さん読んでいただければ。そうですね、桑名高校出身でいろいろやらせてもらって、留学にあたってもね、僕も王子ロータリークラブっていうところに入ってますけど、桑名のロータリークラブさんにもね、そうなんです、桑名西ロータリークラブさんからご支援いただいて、はい、本当にありがたく、ね、ロータリーの、はい、小学生として渡られた、ね、ということなんですね、はい、でそんな、刺激にあふれたミラノの生活を書いて、ミラノって大体どこなのっていう話で、はい、この長靴の一番こう上の方ですね、膝寄りっていうのかな、かなり北ですね、北ですね、スイスに近い、もう、ね、ほとんどスイスのね、アルプスの方で、電車で1時間ぐらいで結構スイスの大きな町まで、はいはい、で次のこれ、ミラノを中心にこうクレモナだとか、はい、クレモナとかね、はい、有名な都市があるということなんですね。そうですね、でそこでこれは何ですか？これはミラノにある一番、はい、世界でも有名だと思うんですけど、スカラ座というオペラ座ですね。素敵な場所ですね、赤がすごくエレガントで、やっぱりこう最高峰の劇場なので、なんか
か本当、はい、なんか一音楽不安みたいな顔してあ、これはそうインスタグラムをちょっと今力入れてやってるんですけど、はい、これでちょっとこう、あの地元のカフェとか、いいですね、はい、これはあ、これはあの最近去年の秋にあの、うん、コンサートをミラノでしたんですけども、うん、そちらであの日本人のピアニストの方と一緒にあの素敵な会場で、これをね実はちょっと後ほどね、この、はい、あ、そうですね、でこれがあのご卒業ですね。あ、そうですね、はい、これはあのミラノの私立音楽院を卒業した時に、うん、あの舞台で歌わせていただいたのです、うん、はい、あ、こちらも、あ、これはそのもう一つ言っていたあのミラノ大学の方が終わった時にあのイタリアの学校ってこうあの上に頭の上にこう月桂冠をあの被るっていうのがあの、うん、なんていうか習慣あの伝統なんですけど、それを被ってちょっとミラノの大聖堂、ね、ドーモの前で、ね、撮りました、ね、はい、いいですね、はい、そしてこれはそれこそ大学院修了の記念に着物もせっかくなら着てみたいと思ってミラノで初めて着物を、ね、これあんま映ってない、大変だったでしょ、これ着物着てたって言ったら、そうですね、いろんな人にこうチャオとかっていうあの男の人たちがいっぱい来たんじゃないの、ね、そうそうそうですね、すごくいい経験になりました、はい、いや本当にでもなんか、まあ、コロナ禍ではあったんで、結構まあなんていうかな、まあ、今の写真で見る限りはね、まあ、マスクも外してるし、割とこう自由な感じで、うん、はい、やっぱり大変なことも多かったんじゃないですか。そうですね、それこそ日本でも報道されていたと思いますけど、ロックダウンがイタリアで、うん、まあ、3ヶ月ぐらい本当に家から出られ、スーパーと薬局ぐらいしか出れないという生活が続いて、うん、音楽院もその大学院に入ったばっかりだったので、うん、オンラインレッスンに切り替わったりしてもあったりとかもして、うん、そうですね、結構その時は精神的にもそうですし、うん、まあ、自分がせっかくこう留学が、うん、っていう夢が叶ったのにっていう気持ちはありましたね。まあ、でもある意味こう、うん、さっきねあのご紹介の中でもって大学院の方では特にその、うん、マネジメントの勉強もされたとか、はい、そうですね、実技のを学んでた学校と並行してマネジメントも、うん、あの自分が興味が前から、うん、以前からあったので、うん、あのこう自分が作る側っていうのも、うん、あのやってみたいなと思って、うん、あの勉強を始めたという感じです、うん、だそういうね、うん、さっき冒頭のお話でこう三重と東京の2拠点という中でいろいろこう思ってたことっていうのが、まあ、ある意味コロナであの集中して勉強できたっていうか、そうですね、そういうところもあったんでしょうかね、うん、かなりもう人生で一番勉強したんじゃないかなっていうぐらいもうインプットしまくりで、すごいたくさん勉強を本当にしましたね。まあ、僕はあのねさっき冒頭のクイズじゃないけど食いしん坊なんですぐこう食べ物の話になっちゃうんだけど、あ、私も大好きです。どうですか、食べ物なんかはこう行って、いや美味しいですね、やっぱり、うん、何が一番印象残ってます食べ物、一番やっぱり美味しいのは、そうですね、やっぱりパスタとかピザですかね。やっぱり美味しいですね、種類が、うん、あの日本食と同じようにやっぱりイタリアも種類が多いですし、うん、あの野菜とかもすごく新鮮で美味しいものがたくさんありますし、うん、カラフルですごくなんていうんですかね、テーブルも鮮やかで、うん、うん、華やかですごく、うん、食は、こうなんかイタリア映画ってさ、うん、随分こう食卓のシーンがたくさん出てくるじゃないですか。あ、そうですね、で結構その、うん、あの必ずこう家族でとかさ、はい、なんか友達も集まってみたいな、はい、まあ、このコロナ禍だったんですけど、そういうシーンも結構あったんですか。そうですね、家族とかこう友達友人の家に招いていただいて、うん、あの食事をしたりっていうのが結構多かった、うん、まあ、コロナの間はちょっとロックダウンとかの間はなかったですけど、うん、前後でかなりあのイタリア人 の現地の友達とも、うん、あの交流を深めましたね。なるほど、うん、あの清水さんご自身もあのお料理されたりするんですか。あ、そうですね、イタリアもこうちょっと本当にパスタとか基本的なものですけど、あのできるようになって、うん、まあ、でも日本食と半々ぐらいで過ごしてます、うん、なるほどね、やっぱりそのなんか友達との交流を深めるのに、はい、そこにこう美味しいものを食べてっていうのはすごくいいですよね。そうですね、美味しいものを食べに行こうって言ってこう出かけるこうきっかけになったりとか、うん、結構私もそれこそ本当にあの食べることが好きなの で、 あの僕はね、あの、まあ、これはアメリカの映画ですけど、そのゴッドファーザーという、はい、あの、まあ、イタリアの、まあ、シチリアのマフィアの映画ですよね、うん、でこれが大好きなんですけど、そのマフィアの映画なんだけれども、こうちょっとずつその食事のシーンとかがこう挿入されるんですね。で僕の大好きなシーンの一つっていうのが、
まあ、これからそのマフィアの抗争が始まって、まあ、要するにこちらの味方が二十何人こう揃って、これからこう戦いが始まると、戦争が始まると。でその時にまずはその、ソーセージとミートボールのパスタを作って、でみんなに食わせるんだって言って、で若いその、2代目になるその親分に、そのベテラン の, その今までお父さんに仕えてた人がそれを料理の方法を教えてあげるんですよ。でこうパスタを茹でるところから始まって、でミートボールをこう入れる、ね、で赤ワインを少々、最後にひとつまみ砂糖を入れる、これがポイントなんだっていうのを、もう本当に血生臭い話がいっぱいある中でそれをあれしてるっていうのは、なんかねイタリアっぽくて ね, そうね、あの素敵な食も ね, ね。でそれがそのまさにそのミートボールとソーセージのスパゲッティっていうのは、実は、あのナポリタンの原型になったって言われてるんですね。つまり、ね、あの戦後ナポリタンが入ってきたっていうのは、アメリカの進駐軍の影響があって、だからイタリアから直接じゃないわけですよ。イタリアからアメリカに行った、アメリカから連れてきたっていうね。そんなね、あのちょっと余計な話になっちゃったけどいやいや、ね、そういうね、なんかイタリアのなんか楽しさみたいなものを、ね、そこから感じて、ね、今の清水さんのお話も伺いながらね、やっぱりね、イタリアってったら美味しいものたくさんありますからね。そうですね、やっぱりそれも楽しみですよね。なんかすごく人生を楽しんでる感じがして、食べることもそうですけど、家族と過ごすとか、お仕事もまあ楽しみながらオンとオフの切り替えをしっかりするとか、そういうところを見てると、こうなんていうんですかね、結構自分の人生はどういうふうにしていきたいかなとか、こうあこういうふうに楽しめばいいんだとか、こういうふうにしたら生活がもっとなんかこうなんて豊かになるっていうのを、イタリア人から、イタリア人の皆さんから学びましたね。本当にそれをやっぱり持ち帰ってね、あの僕たちにもいろいろ教えていただきたいですよね。やっぱりね、いやいや恐縮です。いや本当にね。ですね、はい。で、先ほどもねちょっとご紹介したんですけれども、ミラノでも、日本人のピアニストと組んでコンサートをされているということで、はい、次にご紹介する YouTubeでの、まあ、演奏のご様子ですけども、ご紹介いただけますか。はい、これも本当にあのミラノに着いたばっかり、留学を始めたばっかりの時のコンサートで歌った曲なんですけど、ティリンデッリというあのイタリア人の作曲家のオープリマベラ、プリマベラっていうのが春っていう意味なんですけど、うん、の春の訪れをこう待ちわびるような曲になってます。この時はまあイタリア人のお客さんの前で歌うのが初めてだったので、ちょっと緊張してる感じが出てるかもしれないんですけど、出来としてはもう一つって感じ。そう、まあ、今見るとね、あのあ留学の始まったばっかりの時だったなっていう感じがしますね。その時はそれでういういしい感じでいいのかもしれないですね。それはね、すごくいい音楽だと思いますね。はい、それじゃあここでお聞きいただきたいと思います。ミラノでの初コンサートの模様です。でお願いします。Oh,
はい、素敵でした ね、 ちょっと緊張感が伝わる。でも緊張してる感じだった。確かにね。私はちょっとあんまり分かんなかったですけどね。分からないよね、全然ね。伸び伸びに歌っておられたって感じでしたね。イタリアの春だなっていう、はい、そういう感じですね。はい、それではここで、音楽マンションからのお知らせを、はい、そうですね、ちょっとお休み。はい、私どものね、防音遮音性のレベルを上げて、マンションの部屋の中でも音楽を楽しんでいただける音楽マンションのお知らせをしたんですけれども、はい、清水さんのミラノでの、ね、お住まい、うん、聞きたいですね、住宅事情ね。どうなんですか、そのやっぱりアパート探しとか大変なんですか。そうですね、すごく大変というか、もう何も分からなくて、最初どこの不動産屋さんに行ってこう音楽家専門の音出し可能なところっていうのが、うん、あの分からなかったので、今ちょっと言ってました、うん、こういう感じのところですか。そうですね、もう結構そのすごくあの歴史がある建物が多いので、うん、古い建物も多くて、最初はもう先輩に紹介していただいて、あの探したっていう感じでしたね。うんうん、それでそうですね、あの結構そのなんていうんですかね、あの音壁もその、うん、まあ、薄いっていうか、その結構こう聞こえてもあのそれを受け入れるじゃないですけど、あ、うん、あの隣の人たちともこう、まあ、何時間ぐらいっていうのをこう、うん、あの事前に言っておいてっていうのが多いんですけど、うん、まあ、最初はちょっとトラブルになってしまって、特に歌っていうのもね、もしかしたらあの音楽マンションさんの物件でもそうかもしれないんですけど、うん、ちょっと特殊というか、うん、なかなかあの歌のオペラの声とかっていうのは、あの割と気になる方も多いので、うん、ちょっと最初はそういう感じで、うん、あのお引っ越しをした。なんかイタリアなんかだとね、隣の人もこう一緒に歌い始めてとかさ、ね、なんかね、まあそれはやっぱり人それぞれだよね。そうですね、うん、まあ、基本的にはでも寛容だけど、やっぱりそういう系で。そうですね、まあ日々の毎日のことだとなかなかね、あのそういうのもあるみたいで。そうですね、じゃあそれはもうお引越しされたみたいな。そうですね、その時は結構大変だったんですけど、まあその、あの次のところは、音楽家専門みたいな、あの音楽家の、うん、方ばっかりでっていうところで、まあでも防音じゃないんですよね、うんうん、もうあのお互い様ねっていう感じの物件で、あのもちろん、まあ、あの私は一人暮らしの物件に行ったんですけど、シェアしてる方も結構多くて、うん、あの日本人の方でももちろんそうですし、ヨーロッパ人の方でも結構シェアして、ミラノは割と、まあ、東京と同じぐらいですかね、あの家賃の感じっていうのは。なので、まあ、留学生とかだと、まあ、シェアを選ぶっていう方も多かったり、まあ、助け合ったりも、ね、できますし。ぜひ、ね、また東京に拠点とかっていう時はね、うん、音楽マンションを選びいただければそうですね、はい、ぜひご利用いただきたいと思います、はい、それから、ね、あのいろいろウェブサイトなんか拝見すると、まあ、先ほどもプロフィールのご紹介しました、本当に多彩な活動をされてるんですけど、これがね今ウェブサイトちょっと、あ、そうなんですよね、結構その音楽書くことが好きで、はい、インターネット上にそうやってコラム、音楽をテーマにした、うんうん、コラムを書いて、ちょっと美味しいものの紹介とかね、なんかすごく素敵なね、あのミラノの様子が伝わってくるね、いい文章なんですよ、ありがとうございます、はい、ね、そんなのとか、あと、留学生のねこう支援みたいなことも始められて、はい、そうなんですよね、結構その留学、自分が留学行くときにいろいろあの情報がなかなか得られなくて苦労したので、うん、あのそれをこうなんていうんですかね、こうインターネット上にも載ってないこう、うん、結構コアな情報とか、うん、現地の先生どうしたら、先生選びどうしたらいいんだろう、うん、お家選びどうしたらいいんだろうっていうのをこうサポート、現地サポートという形でやっていけたらいいなと思ってます。皆さん本当に、はい、うん、まあ、これでねコロナ禍がまあ収束してくればまたね留学っていうことも、うん、はい、もう再開されるでしょうし、そういう意味では、まあ、一回なんかちょっとあのコロナがあってぐちゃぐちゃになったところあるから、うん、今みたいなね、はい、いいアドバイスをいただければ心強いですね、留学される方も、ね、本当にそうですよね。それからウェブサイトを見て僕驚いたんだけど、あのミラノで音楽教室されてるんですね。そうなんです、最近ちょっと音楽教室を始めまして、あの日本人の方が結構多いんですよ ね、 ミラノがね、そんなに生徒さんいるのっていう感じがしたんだけど、ね、さっき伺ったら結構在留の方が多くてらっしゃって、うん、そうなんです、コロナ前は3000人いらっしゃって、今ちょっとまあ2000人ぐらい、ミラノだけで、うん、ミラノで2000人ぐらいっていうふうに、はい、あの聞いてるんですけど、はいはい、あの結構そう駐在のご家庭のお客様、あのご生徒さんとか、うん、あとはそのイタリア人と日本人のハーフ の、うん、あの子どもたち向けに、うん、あの音楽を、まあ、少しでもあの音楽がこう
の道に進まなくても、うん、まあ、あのせっかくイタリアにいて、うん、あの音楽の街だから、うん、こう少しでもあの音楽に触れてもらえたらなっていう思いでやってますね。うん、ね、うん、もうクラシックがもっといろんなところで、うん、あの やりたい、できてほしいっていう思いっていうのもね、お持ちだって聞いたんで。そうですね、コンサート以外にもそうやって音楽教室とかいろんな、うん、あのいろんな形で音楽をこう広めていけたらいいなって思ってます、ね、だそれが本当イタリアの子たち、そういう環境の子たちから学ぶところもきっと多いでしょうね。そうですね、はい、それでは本当ね、楽しくお話してきたんですけども、お時間も迫ってきたので、ここであのもう一曲、演奏を聴いていただくんですけれども、ね、こちらはロッシーニ作曲のオペラ泥棒かささぎ第1幕より私の心は喜びに踊るということなんですが、これはどんな感じなんでしょうね、はい、ちょっと映像を見ながらあのお話聞かせていただきましょうか。はい、どうぞ。そうですね、これは、はい、あのロッシーニ、あのイタリアの作曲家なんですけど、あのもともとその初演っていうか、初めてこのオペラがやられたのがミラノのスカラ座なんですね。なので私にとってもすごく思い入れがある曲で、まあ泥棒かささぎのオペラはその序曲がすごい有名なので、もしかしたら耳に、クラシックファンの方だったら耳にしたことがあるかもしれないんですけど、あのそういう曲で、まあこのシーンとしては、あのこの恋人のジャンネットというところの お家にこの女中として仕えてたニネッタって私が歌うあの役なんですけど、があのその仕えていて、でジャンネットの帰りを待ちわびている、恋人なので待ちわびているあのっていう曲なんですね。であのこれ私そのミラノ大学 あの大学院の修士論文のテーマにもした曲で結構そのあのバリエーションっていうんですけど、こう1回目と2回目をあの変えるというか、なんていう、同じメロディーでも少し装飾音をつけたりしてっていうのがあの面白い曲で、こうそういう違いとかも聞いていただけると面白いかなと思います。はい、これミラノの会場で去年の秋にやったコンサートですね。ピアニストの方もあの東京の方で音、はい、じゃあここで聞きましょう。はい、you're in withdrawal.
はい、はい、ね、なんかすごく楽しさが伝わってくるね、はい、あの素敵な演奏でしたね。皆さんにも幸せ届けていただきました、はいはい。それじゃあ最後に一言、うん、まあ、今度7月19日にはもうミラノにまた帰られるということなんで、はい、そういう国際的な活動をまた再開されるということなんですが、うん、抱負をあの、はい、皆さんにお聞かせいただけますか。はい、そうですね、これからはあのミラノとあの日本をこう往復しながら2拠点でやっていきたいと思っているので、うん、こうイタリアと日本、まあ、アジア、ヨーロッパとアジアをつなげられるような存在になっていけたらなというふうに思っています。それが夢です ね、 ねえなんか音楽と食のツアーとかさ企画してもらったらすぐ行っちゃうね。行きたいですね。ぜひやりましょう。ぜひぜひ美味しいものも食べに行きたいです、ね、はい、ちょっとなんかまたよろしくお願いします。みんなで貯金していきましょう、はい、そうですね、頑張って働きましょう、はい、じゃ あの今日は、ソプラノ歌手そして本当に多彩に活躍されている清水由美さんにお越しいただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。